レニリーフェンシュタール、本名ベルタ・ヘレーネア・アマーリエ・リーフェンシュタールは、ドイツの映画監督、写真家、女優。世界最年長のスクーバダイバーでもあった。近年ではレニを、レーニと表記される例も見られる。国家社会主義ドイツ労働者党政権下の、ナチスドイツで制作された、リーフェンシュタールの映画作品、とりわけ、ベルリンオリンピックの記録映画。 オリンピアと1934年のナチス党大会の記録映画、医師の勝利がナチによる独裁を正当化し、国威を発揚させるプロパガンダ映画として機能したという理由から、戦後はナチスの協力者として長らく非難、目殺され続けた。1970年代以降、アフリカのヌバ族を撮影した写真集と水中撮影写真集で、 戦前の監督作品も含めて、再評価の動きも強まったが、ナチス協力者のイメージは最後まで払拭されなかった。医師の勝利撮影中のリーフェンシュタール。左端は、ハインリヒ・ヒムラー。移動カメラで撮影するリーフェンシュタール。アドルフ・ヒトラーと手を取り合うリーフェンシュタール。リーフェンシュタールは、ベルリンの裕福な家庭に生まれた。1923年。 表現ダンスのダンサーとしてデビュー。一時は、ドイツ舞踏会を代表するスターと注目されたが、ダンスのステージで膝を負傷して舞踏家の道を断念した。次に、映画界に転身し、女優になった。山岳映画の主人公を演じ、映画女優としての成功を得た後の1932年、初の監督と主演を務めた映画、青の光が、 ベネツィア国際映画祭で銀賞を受賞、独特の映像スタイルで映画監督としての地方を固めた。ナツスが政権を獲得した1933年、リーフェンシュタールの才能を高く評価したアドルフ・ヒトラー時期時期の依頼により、ニュルンベルク島大会の映画、新年の勝利を監督した。翌1934年には、医師の勝利を撮影した。この映画は、 国外でも高い評価を受け、1937年のパリ国際博覧会で金メダルを獲得した。さらに、国際オリンピック委員会のオットーマイヤーから依頼を受けて撮影した、ベルリンオリンピックの記録映画、オリンピアで、ベネツィア映画祭最高賞を受賞した。リーフェンシュタールはその時点において、医師の勝利やオリンピア撮影中に、彼女を好ましく思わない。 ヨーゼフ・ゲッベルス宣伝賞によって必要に妨害されたと記している。しかし公式記録にこうした妨害を伺わせる記録は一切残っていない。また事例にはオリンピア撮影中にゲッベルスがあまりに必要に妨害を行ったためにヒトラーが オリンピック映画撮影の部署を宣伝賞から外し、相当直轄としたという記述もあるが、そのような措置が取られたという記録は存在せず、リーフェンシュタールとの契約からその後の担当まで全て、宣伝賞が行っている。第二次世界大戦勃発後の1940年から1944年までは、映画、定置の撮影を行っているが、完成したのは、 戦後の1954年になってからであった。リーフェンシュタールは最後までナチス党員になることはなかった。しかし、ナチズムに協力した映画監督としては最も著名であったことで、生涯にわたって非難を浴び続けることになる。第二次世界大戦後、リーフェンシュタールはアメリカ軍とフランス軍によって逮捕され、精神病院に収監されるが、 日な地下裁判においては、ナツス同調者だが、戦争犯罪への責任はないとの無罪判決を得て、釈放された。その後も西ドイツ国内外のジャーナリズムから、ナチズム同調への批判を受け続けたが、その度に裁判を起こし、結果その全てに勝訴したとしているが、レニリー・フェンシュタールの嘘と真実によると、それは、彼女が、回想録などで作り上げた伝説に過ぎず、 敗訴した例もあるという。戦前から準備を進めていた、劇映画、定置は、映画監督、ビットリオデシーカと詩人のジャンコクトーから熱狂的な、賛辞を送られたものの、工業的には失敗した。その後も、リーフェンシュタールを監督に据えた映画の企画が何度か、持ち上がったものの、その度に批判を受けたため映画配給会社から、敬遠され、すべてお蔵入りとなった。 一行も、政治的な批判、また、ヒトラーの元愛人というような流言まで飛び交い、ナチス協力者というレッテルとそれによる非難に苛なまれ、失意の日々を過ごした。1962年、旅行先のスーダンで、ヌバ族に出会い、10年間の取材を続け1973年に、10カ国でその写真集、ヌバを、出版、写真家として、センセーショナルな再起を遂げる。 同年、年齢を若く申請し、実際は71歳で、スクーバダイビングのライセンスを取得し、水中写真に挑戦し2冊の写真集を作った。ところが、ヌバで、その撮影手法がナチスと関連しているなどという、批判も再び行われた。リーフェンシュタールのはりリーフェンシュタールは、晩年も、アフリカを何度も訪問していたが、2000年、 98歳の時に訪れた内戦中のスーダンで登場していたヘリコプターが攻撃を受け墜落する事件にあった。リーフェンシュタールは負傷した者の一命を取り留めている。100歳を迎えた2002年にはワンダー・アンダー・ウォーター現職の海で現役の映画監督として復帰し、これが生涯で最後の映画作品となった。その翌年の二千三年、リーフェンシュタールは 長年助手を務めたホルスとケトナーと結婚し、最後は彼に見取られて101歳で死去した。ケトナーの談話によれば、自然に鼓動が止まる、安らかな死を迎えたという。ヒトラーとリーフェンシュタール。ゲッベルスとリーフェンシュタール。リーフェンシュタールの映画人としての手腕は、疑いようもなく、とりわけ、ナチスからの全面支援を受けて、医師の勝利、オリンピアで駆使された。 ケウな映像技術、また移動カメラを初めて本格的に使用した表現力とセンスは、後の映画界だけではなく音楽界に大きな影響を与え続けている点は正当に評価されるべきである。一方で、ナチスや当主ノーブとの関係を問う声も根強い。リーフェンシュタールのキャリアの前世紀は言うまでもなく、ナチス政権下にあった時代であり、リーフェンシュタール自身は、 当時撮った映画についてありのままを撮った映画芸術のためと弁明している。しかし、医師の勝利はアルベルト・シペアが演出し、ヒトラーや党幹部の演説を含めたニュルンベルク党大会の様子を映像化したものであるが、ヒトラーの出演時間は映像の3分の1、音声では5分の1を占めていた。宣伝賞はこの映画を国民の映画に認定し、割引や、 動員圧力を用いて市民や党員に観覧するようキャンペーンを行った。リーフェンシュタールは当時はほとんどのドイツ人がそうであったように自分もヒトラーに熱狂していたとしている。しかし、リーフェンシュタールの1932年の日記にはヒトラーの演説を見て強い感銘を受け我が闘争を読んだという記述があり政権獲得以前から ナチスの思想に親近感を持っていたことが伺える。またユダヤ人への迫害や近隣諸国への軍事恫喝を進めていたナチスの指導部を批判したという証拠も見当たらない。また、ヒトラーの要請を受けての新年の勝利、意思の勝利、オリンピアの撮影は強制されて行われたことではなく、リーフェンシュタール自身の意思でナチスに協力したことはほぼ間違いない。 党員でこそなかったものの、終始党の指導者たちと親密な関係を取り続けていた。ヒトラーもリーフェンシュタールを特筆すべき4人の女性の一人として挙げているなど、極めて高い評価を与えていた。リーフェンシュタールは最後まで自身がナチスと関わったことに、罪や責任はないと主張した。ドキュメンタリー映画、レニデのインタビューでは、一体どう考えたらいいのです どこに、私の罪が医師の勝利を作ったのが残念です。あの時代に生きたことも、残念です。でもどうにもならない。決して反ユダヤ的だったことはないし、だから入党もしなかった。言ってください。どこに、私の罪が私は、原爆も落とさず、誰をも排斥しなかった、と語っている。100歳記念のパーティーを伝えるメディアも冷ややかな態度で、 望み、戦後の学者の間でも、野心家で真実を知らなかったにしても、従順なナチスの協力者として活動し、結局他人の意見に耳を貸すことなく、生涯を終えたという意見が多い。現在のドイツでも、リーフェンシュタールの評価は、軽率すぎる、政治に無関心であったとされることを考慮に入れるべき、政治に無関心であったとしているが、ナチスや、 その指導者たちを自らのキャリアのために利用したなど賛否が大きく分かれている。ありがとうございます。